山の雰囲気から川のまでずっとやるっていうね、そういうやつとかあります。だからその河原になかなかつけなくてやり直したり、早めにつきすぎてやり直したり、車が通ってやり直したり、すごい何回もやり直して、そうそうそう、で違う曲やったらなんか鳥がなんかピヨピヨっていっぱいなんか寄ってきて、ほんでそれに寄ってみたい、そうそうそういや普通みたいですけど、これ普通じゃない、鳥の巣じゃないですよ、巣作りしたの、そう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 、そこでね巣作りした結果ですわ、なんでやねん、あゆこさん、いやいや、そうそう、ほんであゆこさんがコン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 とかやったらケコ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 とかなんですよ。ほんでまたコココココンとかやったらまたケコケコケコって始まっちゃうんですよ。そう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 、なんかすごい面白かったですね、そういうすごい面白い打楽器のソロアルバムってなかなかないですよね。打楽器奏者のソロアルバムって大体あのなんていうかな、ピアノとかそういうサックスとかいろんな楽器がいて、そういうなんていうかな、音楽の中の打楽器みたいな、打楽器が結構前に出てる音楽 CD っていうのがあるんですけど、これ本当に打楽器だけなんですよね。そうなんです、歌もないんですよ、鉄筋とかは入ってるんですけど、打楽器ですね。これは面白い、いくら2,100円、絶賛発売中。買いました、ライブ、あ、ありがとうございます。わー、私も買いました、すごい全然してない僕も CD あるんですけど、今日も、ね、もう なかったんですよ、持ってきてない残念そうじゃないですか、めっちゃ笑ってる、ニヤニヤ笑ってる、まあ、お二人の CD、ね、面白いと思う、なかなかね、他では、まあ、対照的ですよ、ところで、うん、そういう意味ではね、面白いね、どっちにしても、どっちもなんかすごいね、あんまり聞くことができないような音楽ね、ほんまうまいな、ね、面白いと思います、はい、ということで、CD の宣伝でした、まあじゃあ、盗まれた自転車は次の日に使ったということですか、ね、これファーストアルバムに書いてましたね、今ね1曲目になります。あ、そうなんって帰ってきたらない
ってですぐもう諦めて買いに行ったんですよ。中古で6000円の自転車を。あ、そうなの。うん、で次の日その中古の自転車に乗ってウィーンって来たら、ある戻してくれたんですね。戻してくれるってなんか優しい優しいかも優しいかも一つすぎるそう、だから家にね、2台え、まだ2台あんの？ありますよ。だって、これこの3人で、うん、前回の時、4年前か5年前ぐらいですあの時にその MC 同じのをしてて誰かもらってくれませんかって言って、うん、誰ももらってくれへんねんよ。でさ、持たないから2台やんねや。いやいや、いらんけどほらな、ほらみんな逃げてくれ。あ、なんかほら、挙手してるから。送ります。いや、取りに来ます。ほんますか。近いです。あ、そうなの。あ、ノーマって書いて、うん、私は、ここに、ここじゃないの。違うじゃないんですか。錦木まで取りに行ってもらったら。錦木はちょっと遠なそうで断られてる。錦木やもんだ。あ、でも錦木やったら、うん、市内に行くのにこうちょっと下り坂ちゃう。緩やかそうや。あんまこがんでいいよね。俺が持っていくんやろ。まあまあまあ、そのぐらいから中間地点でちょっと待ち合わせとか緑橋ね。今ね、持ち上げる。そしたら登りじゃなくて、先に行くんですよ。あ、ほんまや。ここから登りやね。そうか。そうだね、まだ2つあった。何インチ？何インチやったかな？24。いい感じだ。